なあ、一つ聞いていいか？もちろんいいよ。デリケートな部分で悪いが、その目、完全に見えないのか？ああ、何も見えない。サインが書けるってことは、生まれつき見えないってことじゃないよな。ああ、でもこれは懺悔なんだ。懺悔？罪滅ぼしのようでもあるな。ほう。お前は人生について考えたことがあるか？やぶから棒になんだ？人生ってやつは一度きりのものだろ？もちろん。私はバンドのフロントマンとしてステージに立つことを夢見ていたんだけど、私の人生、気づいた時には手遅れで、その夢を叶えることはできなかった。歌もギターも下手くそで、テレビでは年の近い奴らが歌で称賛を浴びててさ、神を恨んだ。でも今はそうなってるじゃないか。それはズルをしたからさ。ズル？それも自分の欲だけのためにな。日本でもすげえ売れたことがある。社会現象、時の人、そういう成功の仕方だ。莫大な金が動く、周りの目も変わる。もちろん悪い方にな。結果家族にも迷惑をかける。金目的で弟が誘拐されたこともある。だからそういうのはやめにしたんだ。結果地味なバンドのフロントマンになる決心をした。最後にな、引き換えに視力を渡してジエンドさん。誰に？そりゃ神様だろうよ。まあ今のあんたにはわからないだろうな。けどもしそんな時が訪れた日にはうまくやれよ。